本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。特急大阪梅田行きです。停車駅は岡本、宿川、西宮、北口、中層です。大阪梅田終点には13時48分に到着します。次は岡本、岡本です。岡本の次は宿川に止まります。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら、触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。続いてお客様にお得な乗車券についてご案内します。ただいま六甲山スノーパークへの乗車券と入場券がセットになった六甲山スキークーポンを発売しています。詳しくはご案内カウンターでお尋ねください。ありがとうございます。
岡本です。次は宿賀間に停まります。芦屋川へは降りたホームでしばらくお待ちください。出口は左側です。次は宿川です。紅葉園方面がお乗り換えください。宿川の次は西富谷北口に止まります。Thank you.
宿川です。紅葉園方面馬を乗り換えください。次は西富谷北口に止まります。出口は左側です。宿川です。次は西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。宝塚岩津方面馬を乗り換えください。西富谷北口の次は重曹に止まります。西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。宝塚方面は6号線、7号線、今津方面は5号線にお越しください。次は重曹に止まります。各地その他方面各駅へは左側4号線の電車にお乗り換えください。降りお乗り換えの際お忘れ物ないようご注意ください。西富谷北口、阪急西富谷ガーデンズ前です。出口は左側です。